ジャズ喫茶バリエレナのおちゃんです。こんにちは。先日ジャズを題材にした漫画ブルージャイアント、1週間ぐらい前に封切られましたので、早速見に行ってきました。ブルージャイアント、漫画なんですけれども、私は漫画を読まない人間なので存在も知りませんでした。息子に教えてもらったんですね。漫画を読まないのでこういったものがあるということを知らない。それで息子から、ジャズのことを発信してるなら読んでおいた方がいいよというふうに言われてですね、読みました。でもやはり漫画を読む人間ではないので、なかなか挫折したりして、今でも途中までしか読んでいないんですね。このブルージャイアント、の著者、原作は石塚真一さんという人なんですけども、ヒット漫画といいますか、ヒット漫画で映画化もされたガクという原作があるんですが、その原作者ですね。それで2013年に連載が始まったみたいですね。それで単行本が徐々に出てきたと。それで今も連載中で、最初あって、それから、シュープリーム編という、主人公がヨーロッパへ行って、それから今はエクスプローラーというアメリカへ行ってというふうに続いてるみたいなんですけれども、それは今、これが最初のやつですね。それで、こういうふうに続いていくんですね。シュープリーム編、エクスプローラー編という。それでこの漫画は私の持ち物ではなくて、息子の持ち物なんですけれども、それはさておきですね。良かったですね。私これ遅ればせながら読んだ時にですね、これは映像化するのがいいんじゃないかなと思いました。非常にこの、ビジュアルもですね、これはサウンドも聞こえてくるような、そういったものに映像化絶対できるというふうに思ってたんですね。ただ、私は実写なのかなと思いましたら、実写ではなくて、このアニメーション、これをそのまま、映画化されてました。それで映画なので、この場ではその映画の中身のことを、言うべきではないので、それには触れませんが、ざっくり言うと、ここに映っているこの主人公たちのですね、成長物語なんですね。10代の、その核となる主人公、仙台出身の宮本大という高校生が、東京に出てきてということで、10代の3人で、グループを作って、その成長物語なんですね。はい、それでですね、良かったですね。それで先ほども言いましたけども、中身は言えないので、感想を申し上げると、まずこの映画、通常のその上映とですね、その前に、そもそも映画、私の知人がですね、見に行って良かったよというふうに、教えてくれたので、私も行きたくなって、それでその時に、サジェスチョンで、ドルビーシステムで上映されている時間帯があるんですね。それでドルビーアトモスっていうんですけども、そのサウンドシステム、いわゆる臨場感があるわけですよね。その時間帯で見た方がいいというふうに言われたので、その通りにドルビーアトモスの、
サウンドシステムの下で、見てきました。素晴らしかったです。映画がですね、アニメだと私の印象だとそれほど長くはないのかなと思ったら、もうじっくりもう2時間、映像と音声ともう体中浴びてきました。それでですね、この私読んでて、もう何て言うんですかね、こういうもう放射線状にこの漫画なので出てくるですね、この演奏シーンのこの何て言うんですか、イメージがですね、それをこれどういうふうにやるかなと思ってたんですけども、もう素晴らしかったです。それで映画全体の音楽のもちろんその演奏者のですね、それぞれまあサックス、ドラマ、ピアニスト、この3人トリオなんですけども、それぞれはもちろん、プロミュージシャンが演奏してるんですけれども、全体に監視したのがあのピアニストの上原ひろみさんですね。もう素晴らしかったです。はい、とにかくですね、若い人もその若くない人もですね、年齢問わずですね、一度行かれるといいかなと思います。この原則を別に知ってる必要はないですよね。あの映画にもういきなり行ってもいいかと思います。その上でその漫画一度見てみようかなとかですね、あるいはこのジャズに知らなくてもですね、ジャズに触れてみようかなと、そういう気になるんですね。ジャズのレコードを CD 音源を聴いてみたいなと思う、そんな気分にさせてくれました。そして何よりもですね、時期がいいですよね。時期がこれから春に向かって新しいシーズンですよね。これから何かをやろうとする人たちに、スタートアップするにはですね、彼らのこの躍動感ある成長物語が非常に私にも伝わってきました。私も、何がしかジャズを発信しているので、ますますこのジャズのものをですね発信していこうという、そういうなんかみなぎるこの躍動感がですね、私にもまた芽吹いてきています。非常にいい映画でした。ぜひ皆さん、ブルージャイアントおすすめですよ。はい、では今日は、いつもと違ってジャズの映画のご紹介をさせていただきました。これからもですね、こういったこともですね発信していきたいと思います。はい、ジャズはいいよ。